何万打仏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 皆様こんにちは尺二天門です、えー、今日はですねあのー、後ろの方にこう絵を飾っておりますこれについてですねお話ししたいなと思っております、えー、今日はですねあのー うん、蓮の花についてお話ししようと思うんですけれども今年の8月にですね、えー、仙台の近くの伊豆沼というところに行ってあの蓮の花を見,あの見させてもらってきました沼一面があの蓮池でございましてとても感動しました、えー、その時にですねあの蓮の、えー、種が入っている好みを頂いてだいて、えー 10本ぐらいいただいてきたんですがこのように綺麗、えー、な布をつけてですね飾り物に作らせていただきましたそれからずっと続けておりますあのハスの花私が皆さんにお勧めしているのがこの競技ということですね競技でハスの花を作るということもずっとやっておりました、えー、本日は白蓮芸ということで白蓮芸は町頭の花ということでこの 油絵のことについいててお話しさせていただきます、えー、私はあのー、岩手県に住んでおりますけれども生まれた時はちょっと県北だったんですねあの祖父のところで生まれてしばらくおりましたんですけれどもそれで数にはとても思い出がございまして3歳ですからねもういろんないたずらをする頃だったんですね。 祖父の,あの庭にはですね池がありまして蓮の花がこう毎年咲くんですねでその蓮の花の間にですね何か欲しくて手を伸ばしたんでしょうかねすっぽりあの、えー、と池にはまってしまってですね蓮と蓮の花の間にぽっかりとお腹をねこう膨らまして浮かんでいたっていうことがございました。それでで家族がです、ね、大慌てて引き上げて 足をこう吊りしてですね水を吐かせてそれから病院に連れてってっていうようなあの私はエピソードを持っていますだから私は3歳でハスの池で一度死んだんだなっていうふうな思いもしておりますそういう意味であのハスにはですねこれはですねえとキャンバスで油絵ですのでキャンバスで言いまして「百号と言います。 い襖を2枚ぐらいの絵なんですねどうして今年をこれをあの描こうとかと思ったのはですねあのこの年になってきましたしやっぱり念仏の教えを通してですね蓮の花のこう象徴するもの浄土の花ということで仏教を代表する花ですのでこれを一度ですねあの描いてみようとずっと前から思っておりましたので。 色紙とか小さいものには書いておりましたんですけれどもなんとか自分のこうあの手足が丈夫なうちに体、えー、体全体で描きたいといとうことで書きました、えー、これはあの私が書いているところの,あの写真でございますけれども100号ですので私の背丈以上あるんですねこうしてあのコツコツと書きました。それからあの これは後ろ姿で一生懸命描いているところなんですけれどもそういうことでもしかしたらあの油絵を描くのもこの「百号に大きさ」を描くのにも今度で最後じゃないかなというふうな思いもあって描いておりま,すでまあ来年も描きたいと思ってもですねもうこんなお着物を描けるのか油絵はですね結構時間もかかりますしね。 えー、色を塗っていくのも大変ですので難しくてもこれで最後かもしれないのでそういうつもりで書かせていただきましたであの今ですねあの東本願寺の方の本山でも校の準備をなさっていいると思います今日は18ですかするとあともう1週間目でですねあの22日からですので始まるわけですね。 そういういこともありまして高齢寺にですね私今年はですねこの白蓮華をあのお寺に奉納しようと思って書きましたので、えー、小本さんが集まった時にですね是非この、えー、白蓮華をですね高齢寺のどっかに飾ってくださいっていう意味で、あのー、書きました。それで私はあのー、もうそろそろ疲れてきましたので病気もするでしょうしなくなると思うんですが。 ももしかししかかたら絵の方が長生きするかもしれません大事にしていただければ、えー、しばらくですねお寺の片隅にでも飾っていけるものではないかなということで、えー、お寺のお話仏教のお話を聞く時には、えー、浄土の花ということであの白蓮華さんの話もあったし蓮の花は特別な思いがあるんだなということを皆さんにですね親しんでもらいたいなというふうな思いでございます。 そういうことで、えー、白蓮華についてたくさんのエピソードが残っておりますので少しお話しさせていただきます、えー、白蓮華はですね念仏を喜ぶ人その人をですねふんだりけというふうな名前もありますしまたふんだり家は白蓮華ということでもありますそして白蓮華はですねちょの花なんですね お浄土の花っていうことで、皆さんに親しまれています。それで仏教に生きる人のことを、例えております。それから、えっと、親鸞聖人はですね。正真偈の中で、え、善人名を踏んだ理恵っていう、お経のところがあるんですけれども。こういう言葉を使っています。あの、踏んだ理恵っていうのは、え、白蓮華のことを言うんですよ。 念仏を喜んでる人のことを言うんですよそして、えーえー、仏様からいただいた信心虐得した人念仏を喜んで生きる人そういうことをですね白蓮華とも言いますしふんだりけとも言いますし妙公認とも言うんですよということをですね教えていただいていますそれで蓮の花の特徴をちょっとだけ皆さんにお,あのお伝えしたいなというふうに思っております 蓮の花はですね、えー、咲くと同時に、えー、花の中にすでにあのー、実を宿すということなんですね。もう花花びらは花びらはこういうふうに咲くわけですけども、ここのところにもうこの花が咲いた時点で実が宿っているということが、えー、白蓮華の特徴でございます。普通の花は花がしっかり しっかりと咲き切ってからこの根元とかですね枯れた後に種ができるとか実が結ぶっていうのがほとんどの花なんですけど白蓮華の場合は花と一緒に実も宿っているということが特徴でございますそれでまぁ皆さんのお家にもお仏壇があると思いますけれどもお仏壇に立たれている阿弥陀様の足元を見ますとですね えー、花びら蓮の花が一枚ずつですねあのあの阿弥陀様が立たれているところの周りに正恩を刺さっているんですねそういうふうにあの親しい私たちの生活の中にも親しくですね、えー、蓮の花があるとということです、えー、またあの阿弥陀様ばかりではなくて、えー、全国にはあの仏様がたくさんおりますけれども。 お釈迦様であったりとかあの菩薩様であったりだとかそういう方たちの足元も全部ですねあの蓮の花っていうことで蓮の花の上に立たれている座られているっていうのがですね仏教の教えの見える教科活動なんですね。そそうういうことをあの表ししてて、おります。そして 連言、えー、はですねどういうことを私たちに教えているかということはですね、えー、あの私たちの世間の生き方がたくさんありますよね世間の生き方は厳しいです、えー、今はテレビを見ててもですねあの政治の問題から、えー、ー生き方の問題からですね病気の問題から山積みに報道されてますよね。 そういう中で私たちは生きてかなければならないんですけれども、そういうものこそを救いたいということで阿弥陀様がこうお立ちになってくださったんですね。それであのおうちおうちのお内仏あると思うんですけども、お内仏の阿弥陀様はただ立ってるんじゃないんですね。ご本願の念仏の教えを私たちに毎日毎日お説教してらっしゃるという姿であります。それをまあ根源在説法と。 今でもでもすねあの私たちに法を説いてあの命,を命の尊さを全うし生き続けていけよということをです、ね、願ってくださっているんですね。そういうふうに思うとですね蓮は結構身近ななものだなというふうふに思ったりしますそれではですね「蓮の教え」ということでお話を3つほどお伝えしたいと思います。 蓮華、えー、の教え欲望に渦巻くドロドロした大地を離れることのない私たちがその泥の中に根を張ってしかも荘状な花を咲かすそれからす晴らしい香りを施してくれるということが書かれています。それでで番目はですね 一家と言いましてですね一つの花一つの幹には一つの花が咲くと何個もですねひまわりだったらひまわりですもうですね一本に一つじゃなくて途中からこう何本かこう咲いてる花あるんですけどもハスの場合は一つつのの茎に一つの花しか咲か咲なないっていう教えなんですねそれはどういう教えかというとですね「無ー大社」と言ってですね 私の人生はたった一回きりの人生ですそして無大謝私として同等と一瞬に大切に今を起きるということが大事だということと私に変われる人は誰もいない私の人生は私の道を歩いていくしかないということですね一人の一つの花が咲くということをですね言っております。 人生とは私たちは生きていく中では有限ですよねいつなるかわからない50歳なのか80歳なのか90歳なのかまずわからないけれども限られた時間の中でですねただ一つ私がが歩むべき道が開かれてるんですねそしてやり残したことを食いることもたくさんありますけれども我が道をまず歩いていくということですね。 そして一つの花一つの茎に一つの花ということは無常なる必ず花は知るわけですから、えー、無常なるものがこの世だと自覚してほしいよということをですね、えー、花は教えているということです一番の教えは一家一家と言って無大者誰も変わるものがないということを教えていますそれから二つ目です二つ目は 果実同時ということを言いました。さっきもですね。ええー、と、お花の中にえー、お花が咲いたならば、ここのところにもうすでに実がついているんですよ。っていうお話だったんですね。それは数果,果実同時と言いまして、花が咲くと同時に実を宿しているこれを浄土真宗の教えていきますとですね。門促進と言います。あの弔問し弔問して。 それから阿弥陀様の心に触れて信じると信じてあの念仏申して生きていくというふうなことですよね結局お話を聞いてそして信じることができたならばお念仏が申せると念仏者になれるということで門即進ということがですね花と実が一緒に同時に咲くと宿すと いいうことを教えていますそれから、えー、そうですねそのことはですね「門則心もそうですけども「問心不利」といって聞くこととそれから信じることは別々ではなくてですね離れるることがななくてて表裏一体になっている聞いたならば信じれるように信じて聞いていくというふうなことがですねいつでも離れることがないということですね。門すな,ちしなり 聞くというは、つまり信じることだというふうに、えー、いただいております。身を教えを我が心の上にしっかりいただいていくのでありますということです。新蘭聖人の教明神章の真の巻にでも、ですね、大事なお教様のことについて書いております。門というは、主乗仏願の正規本末を聞いて、疑心あることなしというふうに書いています。 私たちは、ね、あの仏様のお,お話を聞いたならば仏様がどうして私たちを救うためにあの働きかけてお立ちになっているかということの,あの願いとそれから結果をですねちゃんと立ててくださってるんですねそれを文法していくことによって信じる疑い心がないように信じると。 疑心あることなしですので、私たちが疑ったならば念仏には出会えない出会えないんですけれども、信じることで本願を信じることによって、えー、本願を信じ念仏も娑婆仏になるというふうになるわけです。蓮の教えの中にはですね門促心という教えもございます。それから三つ目です。三つ目はですね。 中不戦と言っておりましてこれはですねレンゲはドロドロの沼の中にしか、えー、咲かないとそして、えー、泥に染まらず汚い泥を栄養にして大きく美し,き美しくあの花を咲かせるということを言っています。それはですねあの 例えの話ですのでこのようにですねすがすがしい白蓮華ですけれども私たちも念仏を聞くとですすね、ね。になれるわけです、ね、でもシャバの生活私たちの生活の現実を見るともう世の中もいろいろとですね真実があるのかだ騙したりだとか騙されたりだとか差別されたり区別されたり生きるのにとっても生きづらいですよね。 そういういドドドドロロドロロししたたももののの世間のドロドロしたものまたそこの中に住んでいる環境もそうですけど心の中を探せば本当に思う通りにならなくてですね怒ったりくじったりそねんだり比べてみたりですね本当に心の中も思う通りにしたいからドロドロしてるんですね。環境もそうだし私の中もその通り。 どううしようもないい私たちがいるわけですだからこそ仏さんは念仏の教えを聞けよと念仏の教えに聞いて信心をいただいて念仏申せるものになりなさいよということで仏教があるわけなんですね、まあ、そういうことで世間に染まらない煩悩不足ですから煩悩は決してなくならないんですけれどもそういう中でですね 霊中不戦というのは、煩悩を抱えたまま、えー、母体を得る。仏様の境地になれると、ということなんですね。もうきれにしなくてもいいし、煩悩を取り除かなくてもいいよ。その泥、泥、凡プのまま、泥、泥したものを持ったままで、あの、私はあなたを救わずにはおれない。摂取不者だっていうふうに言ってくれるんですね。 それで私たちはですねそうで,そうでございましたかとこれでよしと言われているこのままでよしと言われているそこを信じてですね念仏の世界に入っていくということですねこれは「霊中不戦」というのは煩悩即母体というふうな盾をなっております。私たちはです、ね、いつでででももも何ををしてて、ね、罪を作るるようななのになっておるんですね 触りり大きいものになっていいるんでですすそういうンプでありますだからこそ仏様はですね、えー、あの仏の教えを聞いて浄土に生まれるものになってほしいよという願いのもとにですね私たちは門法もするし長文もするとその時に信じたならば「成就と亡くなったならばシャバでは苦しいけれども亡くなったならば生きながらにして、えー、仏の 世界仏の世界に遊べるような境地になれるよっていう「承知をくれる」と言ってるんですねそれをやはりですね私たちはですね、えー、喜んでいただいてですね本当にですね,ねえ私たちは頑丈にできてるように思うんですけども実はですねすごく脆いんですね脆くて。 いろんなことに流されやすくてですね、えー、生きづらいわけなんですけれどそれがもう私たちのあの本当の姿なんですねしかしそういう、えー、流されやすかったりもろかったりぐじざんであったりどうにも手の施しようのないものこそですね仏さんはですね憐れんでですね抱きかかえてくれるというのが念、ね、仏生活の大事なところです でそういうあの、えー、生き方をですね、この白蓮華が例えているんですね。一番最初は一茎一花で無代謝です。誰も変わるものがない。それから、えー、と花と実が一緒に咲くよっていうのは新書の教えでは問速心だよ。それから私たちは泥の中にいて。 泥の中に染まらず仏様の教えに授かるんだよということは煩悩即母大というふうにですね3つ大事なことがですねこの白蓮華のお話の中にですねあの詰まっているんですね。だからどうしてもですねこの、えー、油絵のその白蓮華をですねどっかあのお寺さんに飾っていただいて。 これに出会ったならばそういう教えが詰まっているものだよどうぞみんな白蓮華になるんですよ一人一人絶対咲く花を持ってるんですよ今つぼみなんですか小ぶさきですか満開ですかっていうふうにですね仏様から問われていると思うんですねそういう意味で白蓮華をですね今日皆さんにお伝えしたいと思いましたそれからあの最初にもお話ししたんですが 百連夜をですね、妙、え、行、ー、人というふうにですね、お釈迦様がお話ししております。妙行人とはっていうことをですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。妙行人のことをですね、百連夜っていうふうに例えて言ってるんですね。念仏を喜ぶ人のことを妙行人と言います。日々の生活において、仏様の教えを聞き 常にですね、念仏を申しながら仏頓奉射の思いの生活を続けその心がですね流されることもなく何かに染まることもなく不動で終始一貫して喜びに燃えて一生を送った人ということをですね妙高人と言っております。すすそうなんんででね、ですね、妙人はたくさんおります。 昔のですね鈴木大拙先生がですね妙婚人を発見してくださって英語版にしてくださって世界中にですねあの妙婚人を紹介してくれたんですけど特にちょうど信州の人たちには妙婚人が多いということで麻、まあ、原冴一さんとかですねおかるさんとかたくさんの方がいるわけですね。 昔の人だけが妙高人ではなくて現代の妙人という方もたくさんおりますえ後であのご紹介しますけれどもこの鈴木綾子さん「眼告知の後で」っていうことで鈴木綾子さんという方が47歳で亡くなってるんですけどもこの方も現代の妙高人と言っていいんではないかなというふうに思っております。えー 仏説無量寿経の中にですね、念仏を生きる人はこの上ない美しい人で、人の中の最上人であり、人の人の上のあ人の上上人であり、この上を妙高人であるという風にですね、話してるんですね。念仏に生きる人はこの上ない美しい人で最高の てててっっぺんんににいいるるる妙人でであるという,ふうに言ってくれてるんですねまあ私たちはですね現代にもいるよって言うんですけれどもどこに行ってなかなかあの探せないかもしれないんですけども実はすぐ隣にいるんですよね。えー、お仏壇に手を合わせて何万だ何万だって言ってるおばあちゃんの姿を見ただけでもですねおばあちゃまは妙高人であるわけですしね、えー、全ててお任せしてですね。 自由に自然に生きている念仏者という方はたくさんおります私たちができるかできないかじゃないんですねもうすでにですね仏様の手の中におりますのであのできるできないじゃなくて仏様の方からですね願いをか,か,かけてもらってますのでああ私が救う目当てでございましてありがとうございます念仏して何万ダブ何万ダブというともうすでにですね私たちも白蓮華と いうことになるわけですまあ知ってるけど実行は別だとかですね人生はあの建前と本音があるよとか現代人はですねいろんなことを言うんですけどまあそういうこともありますけれどもまあできることとできないことは私たちが生きてるとわかりますよねどうにもならないことの方が多いです思う通りにならなくて口だとか怒ったりだとかしますけれどもどうにもならないことにぶつかります その時はですね仏様の教えを聞けっていう最速なもんですから、うん、ぜひですねあのどうしてこうなのかっていうことを心静かにですね仏様にご相談するのがいいかと思います。で妙高仁はですね私自身の体ドロドロしたものだとか思う通りにしたいっていうことをそれから仏様の教えは法ですね仏法の法っていうことですね。 で私と仏さんが一一緒だよととといいうことを基本一体と言います仏様の教えを聞いて仏様と私はもう本当にぴったりくっついていると一緒だよふり一体だよというような生き方をした人を公認と言います、えー、事,実事実を受け止めた人「えー、あそうでございましたかそんなはずがない」っていうのではなくて「あそうなのかもしれないそうだったんですね」っていうことで。 全てをですね引き受けるという生き方をした人を,を公認と言いますそれにはやっぱりですね、えー、棚からでではないんですねやはり少しずつ少しずつ毛穴だとか、えー、周りの人からですねあの仏法の香りを身に受けて身近な人の死だとかですね悲しい思いだったりとかそういうことを重ねていく中で法に出会って文法を重ねてるんですね。やはり え念仏を申す人たちはですね何が大事か長問が一番大事畑仕事は明日ができるけど今日のお嬢様のお説教は今日だけなので今日お話を聞かないともう地獄に落ちるかもしれんとい,いう思いでですねそして重ねて重ねて日常生活の上に念仏の教えを積極的に実践している人。 そういう人を病行人と申します。まあさっきもですね、私たちのことを木と言いましたよね。機砲一体の機械の木です。木というのは煩悩だらけで思い通りにしたくて愚かなもので王城のために役立つものを一つも持たないと常に罪を作ってですね反逆している仏様の教えなんて信じられないっていうですね損いているっていうのが私たちなんですね。 そういういものを救いたいといたとう法ですねそのまま仏様の本願の働きに「任せよ救うぞこちらだ」っていうふうにですね教えてくれるのが法です。法法一体義法一体体というのはですねあの大事なことでありまして妙公人ということで、えー、たくさんの方がいるんですけどぬき、えー、の生馬さんとかですね それから朝原沙一さんだとかおかるさんだとかたくさんいますけれども、えー、私が一番朝原沙一さんにこう傾斜してますので特にですね尊敬してますのでご紹介したいなと思います。例えばですね朝原沙一さんの「気泡一体」朝原沙一さんはですね、えー、白連言の人ですから妙婚になるわけです。それで 歌を2つ紹介いたします「心見て浅ましと思うは後のこと気泡一体先にできご恩うれしや何万ダブス」「ありがたいなこんな如来さんはどこへでもわしが行くところへついてなさるありがたいなそれが気泡一体何万ダブス」と。 どうですか。朝原斎司さんの「気泡一体」っていうのはですねもうぴったしなんですね。もうどこにでもついてくるとついてこなくてもいいよって言ってもついてくるというようなですね嬉しさを書いてるんですね。まあそういうことで、えー、気泡一体っていうことが、えー、私たちの生活のありようですし妙高人という、 人たちの言われる生き方を称しているわけです。で最後にですね、えっ、ー、と百連言を書くにあたってですね、本当に心痛めております。私自身振り返ってもそうなんですけども、やはりですね現代っていう時代はですね厳しいなというふうに思います。まあ、世の中をちょっと見渡しただけでもですね。 あの平和を得くべきあの宗教団体がですね世界中にですねまあ特定の名前は言いませんけど宗教が紛争に加担するということがたくさんありますよねモテロが起きたりですねあの悲劇的な状況にあるので宗教者としてはすごく心が痛むなというふうに思いますそれから環境破壊によるということもそうですよね私たち便利になりましたので。 何ででももかんでも自分のの都合自自分分快適さ自分が得するような生き方をすることによって一番私たちが大地に根ざし、えー、大地から生まれてきたものがですね最近も本当に地震も多いですし水害も多いですし、えー、水没も多いですよね。 台風が来てですねもう1階が全部沈むっていうようなこともありますしあの大自然の猛威っていうことにですね私たちは人間中心に考えているので予想だとか統計だとかによって高飛車にですね自然を相手にしてなかったんですけど自然はですね私たちのこんなちっぽけな人間の頭では考えられるようなことではなくて。 ももっと壮大なものをです、ね、愛もそれからそれから厳しさもそれから大自然からもたらす豊かさも全て地球,地球全体は持ってるわけですからそういうものをですね、えー、共存していくというふう大自然と共存していくっていうような謙虚さが私たちに必要だなというふうに思います。まあ、政治や経済のことはよく分かりませんけれども何せですねあの 予測不能だったりですね予測ばっかりてと実際実践がされてなかったりですね、えー、科学の進歩もそうですけれどもお金のある人は、えー、工学的な治療も受けられるけども、うん、治療も受けれないような人たちもたくさんいるわけですからそこら辺の格差だとかですねそれから貧富の格差だとか社会的な弱者に対してのまなざしだとか。<coughs> 競争社会ですからもう勝っ,た勝ったものがあの勝つためには手段を選ばないみたいなことがあってですねどうしてもこぼれ落ちた人たちは生き抜くい,い生活をしているというふうに思うとですねあの何て言うんですかね全体的にこう閉塞的な閉塞感を感じますよね。そしてまた 心の問題とすると、私たち時短の世代ですけれども、すごく高齢者が多くなってきておりまして、孤独感もありますよね。えー、まあ、えっ、ー、と親子関係も希薄になっていますし、それから友達もなかなかできなくなってきてますし、自殺とかいじめだとかっていうのもありますしね。子どもたちだけが自殺してるわけじゃないんです。私たちの高齢者もですね、孤独地獄に落ちてですね。 もう先々不安であの自殺をするというようなこともたくさん起きています。社会を恨んだりですね、自立できないということがですね、今の現代を見るとたくさんあります。そしてあの病気のことを考えると、えー、すごくうつ病みたいなことが蔓延していてですね、あのお薬もらって元気になる人もいますけれどもなかなか。 薬では治らないような心の、ま、病にですね私たちがかかってしまうというようなこともありますそういうふうに見ていきますとですねうーんなかなか生きるのは難しいいいななというふうなことうこも思いますしかしですね現実この場にここで今生かさせてもらっていることに目を移してですねやはり孤独だとは言われながらもですね あの生き切っていかなければならないわけですねその中に、えー、生きている価値とそれから生きている意味がわからないという人がたくさんおりますそういう喪失感がすごく蔓延していますまた死ぬということも世の中から排除されています死は縁が悪いとか死後の世界はないとかですねそれから、えー、宗教に対してもある意味あのアレルギーがありますし 信仰に対して信仰も持てないというようなあの心模様がありましてですね底なしの沼の中にですね不安をかたあの抱えながらですね孤独を感じているっていうのがなんか私たちではないかなっていうふうに思ったりをしますしかし仏様の教えを聞いていくだからこそですね仏様の教えを聞いていくことが大事だというふうに私は思ってますのでお勧すすめします 私たちはですね、もう生まれた時からですね、苦しいことは分かっています。小老病床の中にいるわけです。しかしですね、自分一人では生きていけない、支えられて生きているということにですね、関係存在に気づいていったならば、やはりですね、あの大事にしたりとか大事にされたりだとかということに気づいていきますよね。 もう私たち既にもう救われているんだよっていうようなことをは皆さんに伝えていかなければならないんですけど見えない世界なので心の世界なので現代人はこういうふうに物があって「これは本ですよね」「あ本だ」ってみんなが認識して本だって言うんですけど心の中なかなか見えないもんですから納得できないんですけれどもとりあえずですね大いなる命に出会ってですね迷いから解放され そして執着とか極端な偏見から離れて物事を見ていくということが一番のシンプルな生き方なんですよねどうしてもですね迷ってしまいますもう執着してしまいますそして自分の偏った見方でですねそれが正しいとか悪いだとかっていうふうにしてあの迷ってしまったりだとか傷つけたり傷ついたりしていますのであの そういうことを離れ,離れていきたいなというふうに思います。私たちはですね、生まれた時にすでにですね、あの仏になる種をいただいてあの生まれてきているんですね。この蓮の花のようにですね、花が咲いた時点でもう種が用意ささってるんです。いつ咲くかはですね、その人によるんです。全員が50歳になったらパッと咲くんじゃないんです。コスモスとか桜のように時期が決まってるわけじゃないんです。 私たちの人生はその人の人生の中でいつ咲くか必ず咲くんだけどいつ咲くかは分からないそれはその,人その人の生き方によって気づいた時仏様と気づいた時自分っていうものに出会った時大いなる命に出会った時そういう時に白蓮が咲いていてくわけです本当に苦しいことをずっと言いましたけども世間の生き方シャバの苦しみ を縁としてですね仏に出会っていくことそれがあの不思議を被るということが大事ではないかなというふうに思います。本願を信じ念仏もおそば仏もになるとこれはですね白い花には白い光それからあの赤い花には赤い光というふうにですね、えー、お経様にあるようにですねみんなそれぞれあの光るようになっているんですね。 そして微妙な光が素晴らしくですねこうしながらし合いながらですねお互いを輝かせているというところがあります、えー、白蓮華のようにですねあなたもそれから隣のあなたもそれから私も仏の種は埋めてありますので花を咲かせていきたいと思いますそして えー、一人一人、えー、さっきも言ったように咲き方が違いますのでつぼみの人もいます五分咲きの人もいますもう大理になりましたよ今ですね風にそよがれてあの白いハスの花が風と遊んでますよという人もいます。いいずれににしても汚い泥をを沼すすくっとででねね、えー、蓮咲姿はです、ね、仏様 です仏様の姿なんですそういうところにですね私たちは生まれてきた意味とそれから生まれてきた価値がありますどうぞどうぞ皆さん全員がですね白い白蓮華になりますので咲かせてくださいそれでは今日はですね白蓮華のことについて話させていただきましたこの絵はですね高蓮寺さんの 今回の保音のきに放納させていただ何万ダブス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 。